ドリームチェイサーです。今回はこちら、チョコエッグ配給発売されたので、今回は3箱分ゲットしてきました。数がねパッと見足りないと思うんですけれども、後ろにもあります。ということで、どんどん開けていきましょう。はい、ラインナップは全16種プラスシークレット1種類となっています。はい、シークレット以外のキャラクターは横で確認することができます。いいね、いいね。はい、もうね、このために配給をたくさん読んできましたけど、いや楽しいね。バレエ知らない人だとあれかなと思ってたんですけど、そんなことなくすごい面白いままです。さあ、1個目は誰かな。ひなたくんから来るかな。あ、まさかのミヤ、アツムの方。はい、双子の片方ですね。あともう一人、ミヤオサムがいます。ミヤ兄弟が先に来たか。今回のフィギュア、角度絶妙、ポージング絶妙、そしてね、ちょっと浮いてるとかそういう感じか。これはちょっといい。思った以上です。絶対ね、足はついてるようなパターンだろうなと思ってたので、足が浮くデザインは配給ならではな感じ。おー、嬉しい。そう、このね、誰が出てくる以外にも見るポイントっていっぱいありますからね。いやー、嬉しいなー。あ、軽い。誰だ、山口くんだー。正しくんです。1年生ね。はい、1年生4人組のうちの1人、山口正し。彼のサーブはすごいよね。かっこいいよね。はい、3つ目。3つ目は誰だ。あ、日向翔陽、やったねー。はい、はい、アタックシーンの日向くん。いやー、今回本当に誰が出てこなくても悔しいと思うようなラインナップなのが嬉しい。表情としてはここに乗ってる表情が近い感じで出てくるのかな。はい、可愛いです。いいね。さあ、チーム分けできるぐらいいろんな子たちが来てほしい。続いて、お、ここで早速かぶり、ミア集む。え、せめてオサムに行ってよかったかな。綺麗に撮れる。誰だ。おお、ゲムくん。あ、違った、リエーフの方でした。はい、はリエーフ。はい、身長差まではね、チョコエッグでは出てませんけど、リエーフはすっごく身長高くてかっこいいんです。いいね、やったね。はい、3チーム目出ました。猫間のね、子ね。続いて、こちらもめっちゃ軽い。誰だ。あ、翔陽、2つ目。意外と被るな。上に並んでたの同じ箱じゃないので、それぞれ2個ずつね、別箱のが並んでたので、ほんと偶然なんですけど。これは誰だ。あ、山口くん。はい、ただし。まさかのまさかの。影山。ほいこい。
マジで？あ、違う方。菅原さんだ。はい。菅原講師。菅さんね。菅さん。セッターっぽいね。いや、ちょっとこの棒が高さ調整できるようなやつだと、こう、それぞれのキャラクターでね、高さ変えて並べれたかなとかも思うんですけど、そんなのがあってもいいよね。はい、続いて。誰だ？あ！出た。はい。田中龍之介。よっしゃーって声が聞こえてきそうな感じ。いいね。いい先輩だ。西の役も欲しいんですよね。あ、これはまたまた、ミアアツム。え、来すぎじゃない？え、おさむがゲットできるの難しいのかな？そんなパターンあり？続いては、お、これは、リエフだー。はい。まあ、カラスのメンバー結構来てくれてて嬉しいんだけど。いやー、ここはね、絶対コンプしたいなー。3年生特に。ちゃんとしっかり来てほしい。さあ、どうだ。あ、ひなたー。まあまあ、あれなんですけど、ケンマくんとかもね、欲しいし。え、全然出てこないんだけど。こんなに被ることある？わ、これは、菅さん。いや、今回揃えるのもしかして大変かも？なんか、ワンピースとかの時思い出す感じ。かぶるね。まあ、でも買いたくなるよ。集めたくなるからな。仕方ないし買うんだけど。お！この頭は。朝日。あずまね、朝日が来ました。ひげあるけどね。優しいエース。うん、なんか、ちょっと大きく見える。なんかいいね。お団子もいい感じ。お団子っていうかね。頭ね。お、いいね、いいね。やっぱ新しいの出てくるとテンション上がるから、どんどん新しいの出てきてほしい。続いて。お、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 やったー！トビオ出てきた！影山トビオ。はい。ひなたにはね、いないと閉まらないので。嬉しい。よかった、よかった。いや、ボールも欲しくなる。ボールシークレットかな？だとしたら面白いね。どうでしょう。ということで、シークレット探し絶対しよう。いや、あとボールが欲しいって思うんだよね。続いて。お、北さん来ました。北新助。初ボール持ってるキャラ。あ、やっぱボールあると、いいね。みんなそれぞれこう。まあ、なくてもいいキャラもあるけれども、ちょっとボールが欲しいよね。いやー、嬉しい。はい。あと一人。おさむ。あ、これはまた、ハイバリエーフ。結構来るね。
割れてる。誰だ。こちらは。ミア、おさむ来たー。ということで、1個揃った。はい。いいね。稲荷崎のミア・オサムということで、稲荷崎高校揃いました。なんかね、それぞれこう動物にかかった名前になってるけどね、要は狐だね。まあ正常とかは違うけど、なんかライバルになるところ結構ね、動物系がいるよね。はい、続きまして。おおおやったね、黒鉄郎来ました。いいね。上からこれやられたらなんかね、アタック打ちづらいよね。壁だー。すごいいい表現。はい、猫馬。お、じわりじわりと揃ってきてくれそうかな。続きまして、あー、はい、龍之介。はい、では続き開けていきましょう。ひな壇あると今回のなんかね、チーム分けとかしながら飾れるので非常にいいかも。誰が、あー、影山。はい、続いて、月島くん来なくない？もっとなんかいっぱい来てくれそうなイメージ。ミーハ集む3個目4個目結構来るね。続いて、まあでもね、まだあるから、それで揃えば別に何の問題もないからね。おう、続いては、ん、これは4番。ああ、ただし山口ただし。お、割れてる。おー、なんだなんだ。こちらは誰だ？剣馬くん。おー、来た！重い！若干だけど大きい、この頭のパーツが重く感じたのかな？うん、そんな感じがする。はい、スンとしてますが、いい子。おー、嬉しい嬉しい。来た来た。これも割れてるかも。そうでもなかった。いや、西野屋くんも来ないな、まなさん。お、これはボール持ってる。はい。覚えた？ボール持ってる人、北新助。続いては、お、軽い。おー、リエフ。リエフが、アツムくんと同じぐらい被ってるかな。四つ目くらいかな。お、あと三つとかになってきた。シークレットが気になる。なんだなんだ。これはただし。ただし結構来るね。はい、じゃあここでラインナップ表をチラリ。ひなた、影山、やっぱ月島慶が来てないですね。と、西野弥生が来てない。山口大社は来た。で、龍之介、あ、大地先輩来てない。と、菅さん来た。朝日来た。黒くん来た。剣馬来た。あ、薬さんが来てないね。はい、と、リエーフとシークレット。あ、まあじゃあ、意外と、揃ってるは揃ってるのか。あ、でもね、欲しいキャラ出てないなぁ。はい。西野ゆうくん欲しい。これは？あ、翔陽。あ、ひなたくんが結構出やすいのはみんな絶対欲しいし嬉しいよね。
外と出やすいキャラっていうのはありがたい。いやでも影山来てないしな。そしてこれ廃場じゃない？リエーフすっごい来る。今日一番出現率高いのはリエーフじゃないかしら。おー、そういう感じか。ラスト。あー、商用でラスト。ということで、今回もしかしたら箱買いしない方がいいかも。結構一箱にダブリが多いです。来なかったのは月島圭くん、西野優くん、佐村大地くんと、役、なんだっけか、森助だっけか、と、シークレット。あとちょっとなのでね、いけそういけそう。シークレット出ないと、うんと思うけれども、ちょっと頑張りたいと思います。これはコンプリートしたいと思ってます。はい。というわけで、今回はハイキューのチョコ約30個開封してみました。いかがだったでしょうか？今回の感じだと、コンプリートするまでは50個くらい買う必要があるのかなというのが目安になります。それぞれのキャラクターはとってもよく表現してくれていて、かなりね、満足度高いものになっていますので、ぜひぜひ皆さんも手に取ってみてください。ハイキューの商品、食玩に限らずどんどん発売される予定でいますので、こちらも一緒に紹介していきたいかなと思っています。では、次回もお楽しみに、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。